NRI ボイス、こんにちは、サッシャです。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回最終回お話を伺っていくのはサステナビリティ事業コンサルティング部カーボンニュートラル戦略グループグループマネージャーの稲垣明則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。稲垣さんは2008年に NRI に入社、現在は業界横断でカーボンニュートラルに関わる官民のコンサルティングを実施しています。このシリーズではですね、カーボンニュートラルの実現に向けてをテーマに伺ってまいりましたが、最終回はどんなお話でしょうか。はい、最後はですね、守りと攻めのカーボンニュートラル対応についてお話をしたいと思います。1回目と2回目はカーボンニュートラルの定義、国、企業、地域などにおける取り組み、前回は3回目でしたけれども、企業におけるカーボンニュートラル、どういう階層で考えていけばいいのか、課題とか、テーマにしましたけれども、最終回はなかなか面白いですね。守りと攻めのカーボンニュートラル対応ということですけど、そもそも守りと攻めって何ですか。そうですね、両面あると思ってるんですけども、守りというのはつまり、脱炭素によってですね、企業を取り巻く状況が大きく変わる中で、企業としてのリスクを、なるべく最小限にしていくと、こういった対応というのが、守りの対応だというふうに認識をしています。はい、でもう一つが攻めの対応なんですけども、これは単純にですね、そのリスクを低減するということだけではなくてですね、この脱炭素というシフトをですね、機会と捉えて、将来的にその要は財務のパフォーマンスを上げる、要は収益を向上させると、こういった取り組みを攻めというふうに定義をしています。なるほど。これは両立するものですか、それともどっちかってことなんですか。これは両立し得ると思っていますけども、要はその踏み込み具合を、それぞれどれぐらいの重きを置くかというところが論点かと思います。バランス、どっちに何パーセントみたいなことになるわけですか。そうですね、両方 100% ということは難しい。それもあり得るとは思いますけれども、企業としての体力といいますか、余力としてその中で判断なのかと思います。では一つずつ見ていきたいと思うんですが、守りのカーボンニュートラル対策、リスク回避のためとおっしゃってました。これは具体的にどんなものなんでしょうか。そうですね、まずは、規制の動き、こういったものにきちんと対応していくということになります。で、今日本の現状の中ではですね、温帯法とかですね、省エネ法と呼ばれる、そういったものに対して、きちんと対応していくわけなんですけれども、あとはですね、今日本ではまだないんですけれども、海外ではですね、ライフサイクルアセスメントという形で、製品のですね、製造から使用してさらに廃棄されるまで、そういった製品のライフサイクル全体で排出量をですね、算定をして、それに対して基準を設けていくと、こういったような動きもありまして、今は欧州では蓄電池がこの対象になっているんですけども、自動車にそういったものを適用するとかですね、そういった話も出てきてまして、こういうようなですね、新しい規制に対しても対応していくような、そういったことが、将来的に出てくる可能性があると思います。日本企業でも海外を、顧客にしているところはいっぱいありますから、そういったところではもうすでにこういう対応していないと、そもそも物が売れないという時代になってきたということになると思うんですが、企業全体としてはじゃあどういう取り組みが必要なんでしょう。そうですね、企業にとっての顧客ですね、これが脱炭素ということをきっかけにですね、いろいろと変わってくる部分があると思います。はい、特に B2B 企業相手にされているですね、会社さんはより大きな影響あると思いますけども、やはり顧客である企業が当然、自社のですね、サービスとか製品とかを低排出なものにしていかなくちゃいけないと、そういったところに対応できないとですね、既存の顧客を奪われているとかですね、取引がなくなってしまうと、こういったことになるとですね、既存の事業の収益をですね、大きく落としてしまう可能性がありますので、顧客の、そういったニーズの変化、こういったものに対してはきちんと対応していく必要があると思っています。でもう一つはですね、企業の価値を維持をしていく、あるいは向上させていくと、こういうことも考えられると思っています。はい、これはですね、第1回のところでも申し上げてきたですね、その ESG の話になってくるんですけども、投資家からですね、評価を受けるためにはこういった気候変動対策を、きちんと取り組んで、それを特に、情報を開示していくということですね、取り組むだけじゃなくて、それをうまく、PR をしていくということも非常に大事でして、そういったことを通じてですね、企業価値を維持をしていくということが大事だと思っています。あとですね、もう一つは、これは将来の話になりますけれども、いわゆるそのカーボンプライシングと呼ばれるような、要はその排出の量に対してですね、
価格がつけられて、まあ、その負担をしていくと、まあ、こういった仕組みが出てきますと、排出をする、まあ、行為自体にですね、まあ、要は経済的な負担が出てくるということになりますので、なるべくその事業の中で出てくる CO2 を減らすと、まあ、こういったことが当然必要になってきますけれども、ただいきなりですねこういった排出削減をしようと思ってもですね、やっぱそれなりにやはり時間かかると思いますので、まあ、省エネですとか、まあ、再エネ調達だけじゃなくてですね、オペレーション全体を、まあ、低排出なものに変えていく、まあ、こういった取り組みっていうのはですね、まあ、長期の時間かかりますので、まあ、そういった将来カーボンプライシングみたいなのが導入されることを見越してシフトしていくということも必要になってくるんじゃないかというふうに思います。物を作って売って捨てるまで、そこにこう排出の量が関係してきて、それが価格にも転嫁されていくっていう発想自体がなかったところから発想転嫁していかなきゃいけないってことですよね。そうですね、まあ、これまでは企業としては自主的に取り組みとしてやってきたわけですけれども、うん、まあ、この排出量自体がですね、まあ、経済価値そのものにつながっていくといいますか、うん、まあ、これをやらないと要はコストアップにつながるということになりますので、はい、企業にとってよりモチベーションが大きくなると思います。うん、そんな中でこの CSR の社会貢献活動も、まあ、各特に大きい企業というのはですね、まあ、その社会的意義というのも含めて存在しているわけですけど、ここでの目線で考えてみるとどうなんでしょうか。この一部として考えられるんでしょうか。そうですね、まあ、これまでも、まあ、いろんな企業の中で CSR の活動というのは、まあ、されてきたというわけなんですけれども、まあ、企業として、まあ、これは消費者から選ばれる、まあ、ブランドとかですね、まあ、そういったまあブランディングの観点でもですね、まあ、こういう、まあ、企業の取り組みをまあ通じてまあ PR をして、それをまあ企業のブランディングにつなげていくと、まあ、こういったところもですね非常に大事になってくるというふうに思っています。まあ、そのためにはハリボテじゃダメだってことですよね。そうですね、一方攻めのカーボンニュートラル対策というのもありましたけれども、これはどういった要素なのか改めて教えていただけますか。そうですね、まずはその脱炭素ということをまあ起点として、まあ、これを新しい事業機会とまあ捉えてまあ対応していくということになると思います。でやはりその脱炭素にですねシフトしていくということによって、まあ、既存のですね、まあ、競争の関係がまあ変わっていくと、より低排出な企業が選ばれると、まあ、こういったですねこれまではまあ品質ですとかコストだとか、まあ、そういったところがまあ競争の一つの要素だったわけですけども、うん、これにまあ排出量が加わってくると、まあ、こういったですね新たな軸が出てくるということで、まあ、ここに対応するということがまあ競争関係上ですね必要になってくるということになりますし、あとはそのお客様自身の排出量を下げることにまあ貢献をすることがですね、うん、新しい価値としてまあ提供できるという可能性があると思っています。具体的な例としてはですね、物流の世界でもすでに起きている、うん、まあ、事象なんですけども、はい、顧客のまあ物を運ぶ中で CO2 を排出するわけなんですけども、 CO2 フリーのまあ物流サービスみたいなものが、うん、まあ、すでに海外ではですね出てきたりしていて、まあ、そういった新しい価値を提供することで、まあ、これが将来的な競争力ですとか、まあ、新しい、まあ、価値の提供につながっていく、うん、そういった可能性があると思っています。確かに例えばヨーロッパなんていうのはもうすでに環境税なんていうのもあったりしますけど、要は個人として考えたときに個人でもその地球環境にまあ良くない、もしくは二酸化炭素の排出を増やすような活動を抑えるまあ義務みたいなものとか要請みたいな、今後その世界的に個人として来た場合にそういったものを達成するために商品を選ばなきゃいけないっていう時代が来る可能性も十分にありますもんね。そうですね、まあ、個人レベルでどこまでそういった制約が出てくるかっていうところはまだちょっとまあ見通しがわからないところはありますけども、まあ、やはりそういった消費者も巻き込む形でまあコスト負担をしていくような、うん、まあ、そういった仕組みをまあどれほど強制力を持たせるかということはありますけど、うん、まあ、もしかしたら税金みたいな形になるのか、まあ、いずれにしてもまあそういったようなものは必要なのかと思います。まあ、その時にね、そういったものが、負担が軽くなるような製品を提供できてれば、まあ、リードできる可能性もあるし、例えば新たな技術が結果的に生まれるとかビジネスモデル特許が生まれるとか、そういったこともまあ企業としてはメリットとしてあるのかなと思いますけどね。そうですね、まあ、そういったことをまあ積極的に取り組んでいくと、まあ、製品の設計自体を変えていくとかですね、まあ、生産の工程そのものを変えていくとか、うん、まあ、そういったようなですねことがまあやっぱり必要になってくると思いますし、第3回でも申し上げたんですけども、まあ、ビジネスモデルそのものを、まあ、そういった脱炭素のものにですね、まあ、転換をしていくと、まあ、こういったところも必要になってくるだろうというふうに考えています。ただまあ株式会社である以上、多くの会社がねやっぱり投資家に還元したりとか、
その利益を生んでいかなきゃいけないっていうのは存在してるわけですよね、同時に。そうですね。ですので、まあ、この攻めの部分っていうところに対して、まあ、どこまで積極的に取り組んでいくのかっていうところは、まあ、非常に、まあ、企業としても悩ましいところで、論点だというふうに認識してます、うん。事業活動以外ではその攻めの対応というのはどういったものがあるんですか？そうですね、まあ、事業の範囲外のところでもやはり地球全体として排出削減を、まあ、促していくためにやっぱ新しい技術、例えばネガティブエミッションと呼ばれているようなですね、 CO2 をまあマイナスにするようなそういった技術、はい、まあ、こういったところも必要になってくるわけでして、うん、まあ、こういったものに対してですね、企業としてもまあ積極的に技術開発にまあ投資をしていくとかですね、まあ、そういったような動きもあるかと思います。実際にですね、事業者の中でまあそういったまあファンドを作ってですね、まあ、そういう新しい技術に取り組んでいる、うん、まあ、ベンチャー企業にですね、投資をしていって、まあ、それは将来のための社会的な支援という側面だけじゃなくて、将来的なそういったリターンも見据えてのですね、まあ、投資ということもですね、まあ、今出てきているというふうに認識をしています。まあ、世界的には2050年にカーボンニュートラル、国単位ではこういう目標を決めているところも多いんですけど、それを実現するためにまあ企業としてやるってなると、結構想像以上にまあ道のりはなかなかハードだなという印象もお持ちの方も多いんじゃないかと思いますが、いかがですか？そうですね、なかなかやはり難しい事情はあると思ってます。特にですね、やはり企業ですとか、まあ、業界特性によってですね、はい、やはり状況は異なってくると思うんですね、はい、やっぱりやってる事業そのものが違いがあって、うん、その中で出てくる排出量っていうのもですね、いろんなところで違いがあって出てくるものですので、まあ、そういったものをすべてですね、横並びでカーボンニュートラルじゃあ対応しなくちゃいけないかというと、うん、まあ、必ずしもそうではないかなと思っています、先ほど申し上げたようなですね、守りの対応っていうところは、まあ、最低限やりつつもですね、まあ、それ以上踏み込んでやるかどうかっていうところについては、まあ、企業としてまあどういったところを目指すのかっていうのは、そういったスタンスですとか、うん、まあ、そういったところにもよってですね、まあ、どこまでやっていくのかっていうところの判断していくようなものだというふうに考えています、うん。まあ、その辺はあのバランスを決めていくのはまあ国の役割というか、まあ、環境省も含めてということになると思うんですけど、各企業でじゃあどこまでやるかっていう検討を進める上でのポイントっていうと、どういったところになるんですか？そうですね、まあ、特にグローバル企業であればよりやっぱり大きな課題としてですね、このカーボンニュートラルというと捉える必要があると思ってまして、まあ、この動き自体はもう逆戻りしないものだと思ってます、うん。で、まあ、日本の政策自体はですね、あの必ずしも世界に比べてですね厳しいものではないですけれども、じゃあそういった中で、まあ、そこの対応だけでいいのかということなんですが、まあ、必ずしもですね欧米のような、まあ、進んでいるところと同じような対応をしていくということが、まあ、絶対的に必要だというふうには思いませんけれども、うん、やはりまあ日本のまあグローバル企業にとって一番大事なですね、まあ、新興国だとかですね、そういった輸出先のまあ大きな市場ですね、うん、まあ、こういったところも、まあ、実は今大きく脱炭素という動きもですね、まあ、出てこようとしているということになってますので、はい、まあ、日本の中に閉じてですね、まあ、その対応にしていくということだけじゃなくて、うん、まあ、将来的にですね、そういった新興国の脱炭素に貢献していく、まあ、これも第1回で申し上げました通り、やはり新興国のまあ排出量がまあ世界でも一番大きいということがありますので、まあ、そういったことにまあ貢献していくということが、まあ、世界の脱炭素にもつながりますし、うん、まあ、日本のまあ輸出産業を守っていくということでもまあ大事なことなんじゃないかなというふうに思っています。世界的に見たときにね、気づいたら取り残されたってことにならないようにしなきゃいけないですよね。そうですね。ここまでですね、稲垣さんには全4回にわたってカーボンニュートラルの実現に向けてさまざまなお話を聞かせていただきましたけれども、最後にカーボンニュートラルの実現に向けて企業はどう取り組むべきなのか、改めてお考えを教えていただけますか？まず最初にですね、まあ、カーボンニュートラルの背景についてお話をしましたけども、はい、まあ、これはまあ非常に金融の動きもあってですね、まあ、もう民間の投資がついていくと、まあ、こういったまあ大きなまあ転換点になると、まあ、このカーボンニュートラルそのものの動き自体はですね、もう間違いのないものだというふうに認識をしています、はい。で、世界で見てもですね、まあ国ですとか企業単位、あるいはその地域単位で、まあ、こういった動きもですね、やはり加速しているというまあ状況もありますと。で、その中でまあ課題としては、まあ、多岐にわたってですね、まあ、経営レベル、事業レベル、オペレーションレベル、さまざまな階層の中で企業としては、まあ、いろんな脱炭素のですね、テーマに対して取り組んでいかなくちゃいけないと、まあ、そこに対してはいろんなステークホルダーに対する配慮ですとか、まあ、そういった難しさもある中で、まあ、対応していかなくちゃいけないと、
で最後に、まあ今回申し上げましたけども、まあ、攻めと守り、まあ、両面のですね対応がある中で、まあ、これについては、まあ、守りは最低限やりながらもですね、まあ、攻めについてはですね、まあ、最終的な、まあ、新興国への、まあ、展開も含めた、まあ、攻めに対してどこまで踏み込むかっていうところは、まあ、企業の、まあ、目指すスタンスとも、リンクさせながら、まあ、判断をしていく必要があるだろうと、まあ、こういったふうに考えています。うん、消費者の目は結構厳しいですからね。そうですね。稲垣さん、どうも4回にわたってありがとうございました。はい、ありがとうございました。サッシャナビゲーターでお届けしてきました NRI Voice。今回はですね、カーボンニュートラルに向けてということで、世界的な目線と、まあ、本当にこう一企業の目線、また一個人の目線、さまざまな目線でものを見てみましたけれども、やっぱり人類共通の課題として成し遂げていかなきゃいけないという部分で、それぞれが何ができるかということを通じてですね、また新たなものが創造できたりとか、作られたりとか、技術開発されたりということで、より良い、未来、よりよりこの先の我々の子孫に向けてですね、いい地球を残していくという、その課題に向けて何ができるかということを改めて考えていければなというふうに思いました。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、 NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。 NRI ボイスで検索してチェックしてください。 NRI ボイス、このシリーズでは全4回、稲垣明憲さんにお話を伺いました。ではまたお会いしましょう。ナビゲーターはサシャでした。